ようございます。今の時間は朝4時42分ですね。昨夜はね、全然いなかったんですけど、チャック、テントのチャック開けたらいきなりカモがものすごい入ってきましたね。めちゃくちゃ多いです。で、今蚊取り線香炊いてます。で、コーヒー飲もうかと思って、まあね、これ使ってお湯沸かしてます。いや、これはいたとしても見えないな。ラッコがいるらしいんですけどね。あんなとこにキツネがいる。おはようございます。改めましておはようございます。9月8日日曜日、北海道5日目ですね。今キリタップの、キャンプ場を出て、とりあえず近場にある、岩瀬展望台っていうのがあるらしいので、そこへ行ってみようと思います。到着しました。なるほど。あそこがそうか。であとツバメがたくさんいたので、ちょっとその撮影をしてたらね、時間だいぶ経っちゃいました。ここだ。でも前みたいに咲いてないな。ここはね、あ、全然咲いてないや。時期が違うのかな。十何年前に一回来たことがあって、ああ終わってんのか。黄斑紋草っていう黄色い花なんですけど、あ、終わってるなこれ。これがこのね、野原一面に咲いてたんで、一回来てみたいと、またもう一回来たいと思ったんですけど、もう終わってますね。残念。これが黄斑紋草です。もう他のはもう、もうほとんど花びらが落ちちゃってますね。ここいっぱいにね、黄色い花が咲くんですよ。前に来たのいつだったかな。もう一度一面の黄色い花見たくて当てずっぽで来たんですが、場所は合ってたのにね、もう時期が終わっててちょっと残念でしたね。多分前に来たの7月の初めだったかもしれないですね。今もう9月の初めなんで、この散り方から見ると多分そのぐらいだと思いますね。セイコーマートの大きなおにぎりはね、好きでよく買うんですけど、塩サバってのを買ってみたらね、結構うまかったですね。今回初めて買ったんですけど、なかなかいけました。それとこの間キツネ持っていかれて食べ損ねた焼きそばパンですね。それを朝食にしました。厚岸大橋。
今登録お近くのにいるんですけど、もう30何年前、もう40年近く前かなにキャンプをしたところがこの辺にあるんですが、だいぶ変わったな。登録元気村キャンプ、昔ここ未放送だったんだよね。こんな距離あったっけ。今どうなってるかね、ちょっと見たくて寄ってみました。だいぶ様子変わってるな。この入り口はね、間違いない。このカーブのあったここだ。ここはもう釧路湿原の中ですね。これは登録湖。登録湖からそんな遠くないけど、また湖がありました。シャルトロ湖。あそこに大きめの鳥がいたんで、もしかしてタンチョウかと思ったら、写真撮ってね、拡大したらアオサギでした。シラルトロコ。タンチョウがいました。タンチョウか、よいしょ、そこにいます。ちょっと写真撮ります。産業祭り、すんごい人がいる。こんなたくさんの人、久しぶりに見たな。ここはもう鶴居村に入ってますね。あ、飛んだ。もう近いね。近い近い。さっきよりだいぶ近いな。ゆっくり歩いてるように見えてね、結構早いんですよね。鶴見台ってとこに着いたんだけど、そんないるのかな。どうもこの奥にね、タンチョウの観察場があるって書いてあるんで、ちょっと行ってみますね。ここがそうらしいけどね、一羽もいませんね。どこですか。なんて先か。眩しい。全然見えない。わあ、おお、見えた。モダートか。はいはい。
の。他にこっちかけない。おお、ウィ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 、ここか、着いた。来たらキャンプフィールド。今聞いたら自分入れたあと一組だけみたいですね。クラシックいただきます。乾杯。いいでしょ、このちょっとしょっぱいな。
いいんじゃね。よし。オッケーです。あ、いや、入れすぎたかな。お湯割りにします。ちょっと寒いんでね。結局あのトレーラーが1台と他にバイクが2台ですね。2台はまあ一緒に来たでしょうね。全部で3組です、ね、はい。ご飯炊きました。よし。おかずは全部食べてしまったので、ふりかけで食べます。うめしそう。大好きです。絶妙じゃん。めちゃくちゃよく炊けてる。うん、これはうまい。酒飲んでご飯食べて、でその後写真撮るのにね、結構時間かかって、まあすごい楽しかったんですけど、で、今の時間は、9時4分ですね。いつまでもとっくに寝てる時間なんですけど、結構夢中になって撮っちゃいました。それではおやすみなさい。